はい、どうもこんにちは。今回はまた逆転裁判1、2、3、なるほどセレクションから逆転裁判1をね、やっていこうかなと思います。前回は、前回は裁判1回目が始まったわけよ。この三剣事件のさ、裁判が始まって、で、なんか、めちゃくちゃ強いっていう噂の検事と、当たってめちゃくちゃ絶望的な状況だったけど、なんとか持ちこたえて、さあ今から反撃だっていうシーンかな。やっていこうか。で、このうちはっきり見たんや。ボートの男は確かに三剣やったに対して突きつけるのは何かっていう。いや、まあこれだけじゃわかんないでしょう。で、あとね、お気づきの方もいるかもしんないけど、この右上ね、いや、これは反則と言われてもしゃあないけど、体力を回復させてきた。ちょっと負けいべでなんかさ、露骨に削られるの悔しかったから、ちょっと、ごめん、満タンにしてきたわ。行こう。やっと捕まえましたよ、夏美さん。なんや。この写真を見てください。うちが撮った写真？いいですか？写真ははっきり写しています。湖に立ち込める霧をね。どういうことや？あなたのご自慢の高価なフィルムでも、ボートに乗っている男の顔は全く写っていません。なのになぜ、あなたには三剣が見えたのですか？大事なところで。ああ。確かにその通りです。お？だから我が輩はそのことは証言させなかったのだ。しかし証人は今こうして証言をしてしまった。なぜ三剣を見ることができたか説明をしていただきたい。証人。なんや。あなたには被告人が見えたのですか？当然や。ではそのことを証言していただきましょう。やったぞ。ついに隙を見つけた。今度こそ。揺さぶっていいのかな、これ、今回は。確かにあの晩は寒くて、行さん霧が出てん。せやからうちカメラをセットして、車の中に戻ったわけ。でもな、うちちゃんと双眼鏡を持ってきてたからな。湖を溶かした時は、双眼鏡を突こうって見たわけ。そや、これなら間違い問題ないやろ。問題ありまくるでしょ。もう明らかに付け足したのバレるじゃん。付け足したって意見じゃん。ふむ、双眼鏡を使った。わかりました。では弁護人、尋問を。何としても矛盾を見つけなければ。でもこれやっぱ最終章だからさ、難しくなってんのかな。一応じゃあ、揺さぶるしかないよな、でも。で、揺さぶったらマイナスされるかな。じゃあなぜ三剣を目撃できたんですか。まあまあ待ちいいな。今話すわ。せっかちな男はモテへんで。モテませんよ、弁護人。ダメ押しされてしまった。あ、これ大丈夫か。オッケー、揺さぶっていいんだな。カメラですか。そや、自動シャッターをセットして。は？今問題になっているのは三剣検事を見たことだ。カメラのことなど関係ない。異議を認めます。なぜカルマは質問に答えさせないんだろう。まあボロ出さないためにでしょう、多分。でもな、うちちゃんと双眼鏡を持ってきてたからな。双眼鏡ですか。いや、双眼鏡や。昨日の話では確かあなたは流星を撮影していたんですよね。そうやけど。星を見るなら双眼鏡ではなく望遠鏡じゃないんですか。ああ。そもそもあなたがセットしたカメラは本当に流星を撮影するためのものだったのですか。カメラのことなど事件には何の関係もない。そんなことは言い切れない。なるほど、君。カメラのことはそれほど重要なことなのですか。もし重要なことならば続けて尋問を許しましょう。だが、
何も出なかった場合は覚悟してもらうぞ。弁護人どうしますか。カメラの問題をさらに追及するでしょこれ。さすがに追及した方がいいでしょう。だって別にあれないんだからさ、矛盾今んとこ。ここは勝負どころだ。強気に行こう。トラップかもしんないな。カメラの問題はとんでもなくも重要ですこの事件の全てと言ってもいいでしょう。だから証言をしていただきたい。なんて出まかせを言ってしまった。わかりました。出まかせ言ってしまったって言っちゃったんだけど。なるほど、失敗じゃないこれ。大丈夫。証人、カメラについてきちんと証言してください。はいはい。そのカメラは流星を撮影するもためにセットしたものや。いや全然補足されてないじゃん。何これ。夏美さん、流星を撮影するのになぜあの湖を選んだんですか。あの湖は霧が濃くて星の撮影には向かないような。え、あーそうやね。そのなんだ、絶対これ夏美あれじゃん。これね、賄賂渡されてんじゃないのこれ。あの三つ剣をさ、犯人にするためにさ、なんか協力してくれみたいな。うちそこまで頭が回らへんかったんや。弁護士、証人の頭が悪いことを攻撃するのはやめてもらおう。なんや。証言を続けたまえ、密令を見た方法についてだ。余計なことは言わんでよろしい。これ聞こうか。霧がかかっていたら双眼鏡で見ても同じなのでは。確かに。どういうこと。双眼鏡で見たからといって霧が晴れるわけではありません。それではっきり見えたんですか。見えたと思うで。そこまで疑問の余地はないな。夏美さん、最後は口ごもっていたぞ。でも矛盾を突きつけないことには先へ進めないか。カルマの邪魔が入ろうと何としても突破口を見つけてやるぞ。一周しちゃったな。ってことはもう自動シャッター入れさせて設置したものや。環境を突こうと見たわけや。どれ。双眼鏡で別に見えなくもないもんな、距離的に。このカメラかな。じゃあカメラ怪しいけどな。破裂を探せると自動シャッターを切る。いやでもこれ分かんなくね、これ編集。これ関係ないよな絶対。これも分かんないもんな別に。ことは使うとしたらカメラか。でもこれ分かんな。ちょっと待てよ。あ、そうだ。だから流星を探知、流星を撮影するためなのに、なんで破裂音を探知すると自動でシャッターを切るカメラなのに流星を撮影するって矛盾じゃないかってことか。行こう。流星を撮影したその証言は嘘ですね。なんて、なんやて。僕は昨日実際にセットされたカメラを見ました。明らかにカメラはなんとこれ、湖面に向けてセットしてありました。流星を撮影するならカメラは空を向いているはずです。確かに。なるほど君、どういうことですか。証人は流星を撮影していたのではなかった。じゃあ何を撮影していたんですか。ヒョッシーかもしんない。確かにね。確かにヒョッシーかもしんないわ。あ、でもヒョッシーだとしたらあれだな、あんまり悪いやつじゃないかもしんないな。ヒョッシーを取りに来た大学生がたまたま取っちゃったって なると夏美賄賂説は否定されるな。これじゃない。夏美さん、あなたが撮影しようとしていたのはこれです。
何ですか？雑誌の記事。ひょっしー。ああ、最近ひょうたんこで目撃された。夏美さん、どうなんですか？知らんで、なんや、証拠でもあるん？うちがそのひょっしーの写真を撮ろうとしてた証拠や。え、でもこれ確かなんか音が出ると言ってなかったっけ、これ記事違ったっけ？え、証拠はないって言ったらもうブブーってなるかな。証拠はありませんけど。あ、でもなんか鼻がした。そこまで言うなら証拠を見せましょう。弁護人、大丈夫なんですか？どうもあの検事にバカにされると我慢できない。これって挑発に乗っているだけなのか？え、ヒョッシーの写真を撮ろうとしていたことを示す証拠品？え、この新聞の記事さ、なんか初めてこの記事見つけた時ってさ、なんかチラッとなるほど読んだ気がするんだけど、なんか音がしましたみたいに言ってたよな普通に。まあ、これでもないよな。だから、いや、このカメラが何よりの証拠じゃない？え、このカメラが何よりの証拠でしょ、裁判長。これじゃないの？あ、そうだよね。証拠は夏美さん、あなたのカメラですよ。ああ。あなたのカメラは破裂音に反応するようセットされていた。この写真が撮られたのも銃声にカメラが反応したからです。そしてここにヒョッシーの記事があります。この記事によるとヒョッシーが現れる時には破裂音がするらしいですね。どうですか？あなたはヒョッシーを撮影しようとしていた。だからカメラの自動シャッターを破裂音にセットしていたんだ。確かに。なるほど。私も実はおかしいと思っていたんですよ。本当かよ。どうです、夏美さん。あなたはヒョッシーを撮ろうとキャンプをしていたんですよね。そうや。お見事やね。さすがは弁護士さんや。でも、だからなんなん？え？うちの見たものに変わりはないで。その通り。長い時間をかけて貴様が証明したことは、この証人が怪獣の撮影を夢見るバカな女ということだ。なんやそれ。しかしだからどうだというのだ。何も変わらないではないか。そんなことはない。お前たちはヒョッシーのことを隠そうとしていた。隠さなければならないわけがあったからだ。今度はそれを暴いてやるぞ。証人、なぜヒョッシーのことを隠そうとしたんですか？最後に全てを証言してください。わかった、証言する。何も変わらんと思うけど。絶対何かが変わっているはずだ。それを見抜く。どう言ってみろよ。実はうち大学の研究員ちゃうんや。お前な、フリーカメラマンやってんねん。今話題のヒョッシーのはっきりした写真を撮れば。はっきりした写真ってバカじゃないの？お前霧が濃いっつってんだろ、お前バカがよ。スクープになると思うてキャンプ張っとったんや。でも隠してたんはそれだけやで。パーンと音がしてみたら湖にボートが浮かんでたんや。他に見るもんもないねんからずっとボート見てるしかないや。で、男の手元が光ってもう一回音が聞こえたんや。うちはほんまはボートをじっと見てたんや、ほんまやで。ではなるほど、軍尋問よりは。証人の証言はさっきと変わっておらぬ。変わってるだろ、だいぶ変わってるわお前。だいぶ詳しくなってんじゃん。証人が研究員だろうとカメラマンだろうと同じこと。尋問などいらぬ。はあ、頑張れ。なるほど。僕は あくまで弁護側の権利を主張します。カルマの言葉には必ず意味がある。
尋問させたくないのは今の証言に矛盾が。わかりました、尋問を認めます。そこまで言うなら何か考えがあるのでしょう。あるかそんなもの。わかっていると思いますが、これは最後の尋問です。問題がなかったら証人は退廷してもらいます。その時点で判決を言い渡したいと思います。よろしいですね。はい。揺さぶっていいのかな。揺さぶったらまた怒られるかな。まあ、これは関係ないよな。これもちょっと怪しいけどね。でも湖にボートが浮かんでただから別にまあなくはないしな。3発また こいつもさ、また証言2発の発言してたじゃん。いいか、まあ、これ関係ない。吉野明写真を撮れば。いやーでもどうだろう、それだけやで。パーンと音がしてみたら湖にボートが浮かんでたんや。他に見るもんないねんからずっとボート見てるしかないやん。で男の手元が光ってもう一回音が聞こえたんや。ちょ、一回揺さぶってみようか。揺さぶってどう出るか。まあ、これでマイナスされたらもうしゃあないよな。そこじゃないよ、なるほど。はっきりした写真撮れると思ったんですかみたいなさ、そういうアプローチしてよ。虚子掘り下げんなよ。先月は確かどんぐり山に山んば現れ、だった。なんや、今回は雑誌に写真も出てたんや、出たんや。ほんまの、本物やで。弁護人、交渉に突っ込み出したらキリがありません。先に進みましょう。はあ、ああ、大丈夫だな。マイナスされないな。じゃあ、行こうか。ガンガンカメラに自動シャッターを取り付けて。そや、大学の先生から借りてきたマシンや。周りの音の波形を分析して破裂音がしたらシャッターが降りると。そや。で、今まで何枚ぐらい撮影したんですか。カメラのシャッターが作動したのはあの晩だけや。だ、これはいいや別に。どんな音でしたか。聞いたことないけど、やっぱり銃声だったんちゃうか。意外にあっさりした音やったで。ふーん。まあでもこれも別に他に見るものがなかった。そうや、そうだろうか。もし彼女が破裂音を聞いたらボートなんか見ているはずがないぞ。なんや、人の顔をそんなに見つめちゃって。どう考えてもおかしい。あれを突きつけてみるか。証人、先を。え、あれって何。破裂音がしたら、他に見るもんもないねんからボード見るしかないやん。まあそうだよ、本来だったらまあ確かにカメラをちゃんと撮れたか確認するような、普通の神経してたら。その時湖にはボートしかなかったんですか。ははん、どこか別の場所から撃たれたとか考えてるんやな。それはないと思うで。湖はさざ波一つなかったし、岸にも人影はなかったわ。この証言の中に矛盾を見つけなければあの拳銃に勝つことはできない。何かあるはずだ。まあ普通写真確認するんじゃないんすかってことかな。じゃあもう一回見ていい。ちょっともう一回。そうや、彼女破裂音を聞いたらボートなんか見ているはずがないぞ。まあそうだよな、ヒョッシーは出てないって分かってるから。そうだよ、ね、やっぱ写真かな。じゃあ写真やってみようか。写真、いやでもカメラか、これどっちだ。カメラかな。あー、ほらもう違うじゃん。もうカメラでもいいじゃん。写真見るでしょって、写真見るでしょって察してよ。
じゃあこれかな。これダメ？は？ああ、ヒョッシー見るってこと？いや、それおかしくない？別に、だってヒョッシーいないのわかんじゃん、別に。破裂音したからっつってさ、別に、まあ、ボート見るっつも、ボート見るっていうのはさ、結局湖に浮かんでるのがボートしかなかったからボートしか見ないわけじゃん。ヒョッシー浮かんでたらヒョッシー見るじゃん。あ、そっか、ヒョッシー撮影しに来たっていう夏美の動機からするとおかしいっちゃおかしいか。でも普通、写真撮れたか確認するって方が自然かなと思ったんだけど。あなたは本当にボートを見ていたんですか？普通ね、なんか写真撮ったらさ、見返すじゃん。だからそういう意味かなと思ったんだけど。ヒョッシーか。何を言うんやん。当たり前やん。湖にはボートしかなかったんや。普通それ見るやん。普通はそうかもしれません。しかしあなたは普通ではなかった。なんやて？あなたはヒョッシーの写真を撮るためにキャンプをしていた。それならば、破裂音を聞いたあなたは何はともあれ、湖の上にヒョッシーの姿を探したはずです。だからボートなんかに注意を払うはずがない。ああ。静粛に続けてください、なるほど、くん。あなたは双眼鏡でボートを見ていたと証言した。確かにな、ぐちゃぐちゃだな。しかしただボートを見るのに双眼鏡はいらない。あなたは必死にヒョッシーを探していたんです。ああ。結構失敗しちゃったんだよな。どうですか？そういえばうち確かに双眼鏡を取って湖を隅々まで何度もヒョッシーがいないかと思って。証人では証人はボートは見ていなかったと。ごめんな、嘘ついてたわけじゃないねん。うち殺人事件の目撃者になれる思うて、そのちょっと嬉しなって思うてな。ボートを見たって思い込んでもうてん。人騒がせな。でもな、お写真はバッチリ証拠になるやろ。しかし誰が撃ったかまでは見えないようですか。そうやろそうやろ。だからな、うちこの写真を。証人、もう結構だ。ご苦労だった。もう貴様は口を開く必要はない。貴様。夏美さん、今何を言いかけたんだろう。だからな、うちこの写真をおっか。そういえば昨日、しかも彼女証拠写真まで撮っていたす。あ、ちょっとお前気持ちがな。この写真じゃ誰が撃ったか見えませんね。彼女これからその写真を拡大するって言ってたっす。画像は荒くなるけど、もう少しはっきりするはずや、とか。彼女はあの写真を拡大したはずだ。なぜ彼もその写真を提出させないんだ。あ、覚醒、なるほど。もしかしたらその拡大写真に何かカルマに不利なことが。ここは勝負どころだ。僕の勘違いだったら、ミツルギの有罪は決定的なる。さて、どうする。いいんじゃない別に。別に様子見る必要なくない別に。夏美さん、この写真を見てください。あなたはこの写真を拡大したそうですね。そうなんや。その写真はなぜ提出されないんですか？そんな写真は存在しない。何言ってるんや。それは提出してはならんって怒鳴りつけたのは、あんたやないか。言ったね、夏美。夏美言ったね、お前。夏美ファインプレーじゃん。どういうことですか、カルマ検事。夏美さん、提出してください、拡大写真を。検察側は提出に判断する。右は却下します。証人、写真を見せてください。これがそうや。そんな変わんねえよ。やはり誰が撃ったかは見分けられませんね。被告人であるような、そうでないような。
にかく証拠として受理しましょう。あ、じゃあ御剣右利きとかじゃないの？違うの？気が済んだか弁護士。何かあるはずなんだが。拡大写真かわいい。何の証拠にもならん。だから我が輩は提出するなと言ったのだ。となるとこの証に対する審判は当然終了だ。ではこれで大騒ぎ夏美さんの審判を終了します。やれやれ、ずいぶん回り道をしたものだ。カルマ検事、他に何かありますか？最初に言ったはずだ。決定的な証拠、決定的な証人、他に何か必要なものは？そうですね、ありません。ではついに判決を下す時が来たようですね。こんなはずはない。この写真には何か手がかりが隠されているはずだ。くそ、どうする？どうだ。分かんないしな、銃の映像からしても現状分かんないよな多分。でちょっと待って、ごめん、一旦ここで切ろうかな。時間ちょうどいいし。じゃあここで一旦切るわ。じゃあ、あざした。